グッドナイト。どうも、田代雄三です。今日はスペシャルゲストに来てもらいました、長谷川優選手です。こんにちは。長谷川優選手の軽い自己紹介をちょっとお願いします。はい、自己紹介、長谷川優です。J リーグで14年プレーして、雄三君とは2010年ですかね。2010年、はい、ね、モンテディオ山形。モンテディオ山形で1年間プレーを一緒にさせてもらって、今年からウーロンゴンオリンピックで、ユーゾフ君に力を借りて、オーストラリアにやってきました。はい。よろしくお願いします。はい。まあ、オーストラリアのことは、後で話していこうと思うんですけど、今日は、モンテディオ山形について、ちょっと二人で話していこうと思うんですけど、ちょっと質問はいろいろ来てるんですけど、まずはじめに、その長谷の印象についてですね。2010年まで、正直一言も話したことなくて、で、僕的にやっぱり同じポジションだったから、まあ、ちょっと気まずい雰囲気があってで、まあ、長谷にはちょっと話したけど、僕10番もらうのを全然知らなくて、で、初めてロッカールームに行った時に背番号10番で、ロッカーがで、もうびっくりして、で、10番かと思ったら、長谷が横に、たまたまその時、多分、前ですかね、目の前め、ま、いや、ロッカーの靴箱だね。靴箱にも番号書いてるでしょ。はいはいはい、で、靴箱に靴を長谷が入れてて、僕の靴箱を探してたら10番田代って書いてあって、10番かよと思って気まずかったら、長谷が横で、10番じゃないか俺って言って叫んでて、俺が超気まずかったっていうのが最初の印象。で、プレースタイルは、背高いのにこんな足元上手い選手いるんだなって本当に思いましたね。で、ステップが上手いと思いました。ボールを受ける前のステップとか、足の運びがあまり大きな選手って上手くないんですけど、そういうの。そういうのが上手くて、こう繊細なタッチできるんだなって思いました。ちょっと長谷にじゃあ、ちょっと僕の印象を少し聞いて、初めての印象、初めて会った時。だから、その言葉もう覚えてないですけど、全く覚えてないですけど、まぁ、あ、ちょっと一番試合出てるメンバーの中でまだ21だったんで。21か、あの時。まあ、若くて、まぁ、あ、みんなに可愛がられてたんで、うん、ちょっとおちゃらけてたんですけど、まあ印象はもう本当に印象っていうか、もう僕の中ではもうテレビ見てたんで、テレビでっていうか、まあ鹿島の雄三くんが今やっぱイメージにすごいついてるんで、うん、なんか第一印象とかっていうのはなかったけど、なんか間近ですごいなんか高いジャンプとか、もうそういうのとかを見てたし、まあなんかうおーみたいな、僕になんかないものがなんか結構あるなっていう印象だったんですけど、なんかでもその年なんか自分の中では初めて大きい怪我して3ヶ月できなかったんで、なんか2トップで期待してもらったんですけど、なんかそこから1トップにもなり、自分もなんかあんまり思うように体が動かなくて、なんかそういう中で、ああせっかくだったんでもっとやりたかったなみたいな、まあ気持ちで1年間終わっちゃったみたいな。山形自体も最高順位だったし、そういった意味では、はい、すごい思い出に残ってる1年かなという。2試合目に確か怪我したよね、はい、エスパ戦でね。エスパレス戦で、そうやね。で、あれも負けたんかな。で、勝てなくて苦しい時に長谷が前半やったっけ、はい、あれ前半ですね。で、怪我したよね、はい、そうだね、はい、あれボール相手と蹴り合ったんですよ。そう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 、はい、蹴り合って、はい、あれ内足そうだ。で、そうだそうだ、10周だったんですけど、で、その蹴り合った相手が兵藤くんだったんです。おうおう、今日ね。はい。で、うん、清水で最後1年一緒にやったけど。はいはいはい。そんなに、そういうタイプの選手じゃないんですよ。そうやね。激しくないよね、別に。まあ、後にその清水エスパルスにも行って、はい、今日とも一緒にやったよね。はい。じゃあちょっともう、早速、はい。ちょっとね、1個目が結構コアなね、はい、質問で、山形での試合で印象に残っているのは FC 東京戦です。こういう、FC 東京の多分サポーターなんよ。はい、で、ホームアジスタで勝てば残留が決まる FC 東京は見てて硬さを感じましたが、途中出場の田代さんのゴールで残留を逃すことになりました。あの時選手目線からはどう見えてましたか。これ長谷多分スタメン出てたよね、覚えてる？ FC 東京でさ、うんうん、平山颯太が多分点入れて、うん、そのまま負けたら、俺らが負けたら、うんうん、FC 東京は多分残留決定やった、はい、で、俺途中こう
態で出て、ハセと変わったんかな、多分そうだ。で、なんかヘディングで決めて引き分けになって結局残留できなくて、で覚えてる、なんとなく。いや、なんとなく今思い出したんですけど、僕はその前の年の FC 東京で点決めたんですよ、ヘディングで。あー、なるほどね。はい、で多分その次で、この間ゴンちゃん FC 東京の攻撃、ゴンダが俺のヘディング決めたのは忘れてたけど、うん、やっぱそっちの方がすごい印象に残ってるってやっぱ言ってました。あー、FC 東京の選手たちも、あ、吉本と権田が、うん、なんかインスタライブに行った時にちょっとコメントしたら、うん、いや、それ忘れたけど、ゆうぞうさんに決められた、うん、あの試合はすごい覚えているみたいな。そうなんよね、はい、あれだって静まり返ったもんね、あの時。あー、でシーンっていう、そう思い出しますね、そう思ったら。そうで、俺の印象の中で、まあシュートとか、まあ、ゴールとかの流れは別として、うんうん、終わった後にやっぱ FC 東京が残れなかったから最後に握手するでしょ、はい、そしたらある選手が俺に向かって、お前空気読めよって言ってきたの、はい、FC 東京の選手が、はいはい、いやいや空気読めよじゃねえよって言って、全然面識ないんやけど、はい、あれはちょっと許せなかった、ね、まあ名前ピーするけど、あいつが空気読めよって言って、はいはいはい、あれないなと思うっていう印象かな。はいはいはい、まあ、降格するときってやっぱなんか雰囲気出るよね、はい、そのチームでね。はい、OK、 じゃあちょっと次行こう。はい、増田近志選手についてどう、はいはい、俺ちょっと話したからさ。はいはい、近志くんはなんで、ゆうぞうくんよりかはプレーしてる年数は少ないんですけど、結局僕3チーム一緒にやったんで。そうだ。大宮も、大宮も清水も。そうだ。はい。そうだ。印象があって。まあ山形の時は、あれですよね。やっぱ、その僕が怪我するまでは逆に近志くんもあんまりフィットしてなくて、試合に出てなくて、うんうん、で、逆に僕が怪我してる間に近志くんがフィットしだして、そうやね。フォーメーションも変わってみたいな。山形。そうそう、それでね、はい、その、インスタライブで、多分一緒にインスタライブした時かな、はい、ちょっと、はい。長谷川選手が言っていた近志くんフォーメーションとは何ですかって。ああ、はいはいはい。なんか本当は僕とゆうぞうくん2トップに、クロスが山形多かったんで、まあそういうのをやってたけど、しかし最初ボランチだったんですけど、うん、そうだね。やっぱもう攻撃的だし、山形はすごい守備的なチームだったんで、それを一人のアンカーにして、3ボランチみたいな形に変えて、しかしが結構前にこうプレスをかけれるような、4-1-4-1に変えたんですよね。僕は怪我してるので。健太郎がアンカーで、はい、マサルとしかしやるね。はい。そうやね、はい、そうだそうだ、はい、ですごいでも良かったですよね、そのフォーメーションにして。そうやね、運動量あるし、はい、前に行くのやっぱ前に行くことできるからね、近志は、うん、近志くんの練習をやり込む姿勢とかは変わらずだったしけど、まあなんか最初に比べるとやっぱり明るくなって、後輩を連れてご飯に行ったりとかしてるみたいな。そうね、なんか変わってったって聞いたもん俺も、はい、近志くん本当にっていう感じだったけど、なんか後輩連れてご飯に行くから来てよって言われたりとか、はい、はしてて、ただまあ、家の近くにしてって言って、よく言うっていう。そう、言ってそう。はい、しかしね、ほんと真面目だったもんね、はい。見習うとこ多かったね。はい。じゃあ次、モンテリオ山形で一緒だった石川達也選手にの印象。うん、はい、もうやっぱセンタリング上手かったね、うん、俺も鹿島の時から一緒で結構可愛がってもらってて、はい、家とかも結構行ってたよね、はいはい、で山形決まりましたっていう連絡した時にわざわざ迎え来てくれて、はい、で物件も一緒に探してくれた、ですっごい優しいやん達さんみたいな感じで、はい、でそれで1年間一緒にやれてアシストもいっぱいくれたし、すっごいやりやすかったですね、うん、でもう山形のこと何でも達さんが知ってたから、はいはい、まあ、レジェンドやね、まあ、山形ね、今でもいますもんね、うん、結局、はい、で達さんのちょっと印象、いやでもクロス上手いしかないですよね、もう他のチーム行ってもやっぱりやっぱクロスやっぱみんな上手いんだ、上手かったんだな達さんっていう、そうそうそう、はい、あそこまでやっぱちょっと質が高い人はあんまいないよね、はいはい、宮さんについて、はい、宮さんは当時、まあ、宮さんキャプテンやったね、うん、ずっと
で、ミヤさんは当時33歳やったよね、調べたら。はい。はい、じゃあ今、ハセ33歳。33歳になりますね。はい。いやね、ミヤさんめっちゃ走ってて、うん、で、グラウンダーのパスがめちゃ上手くて、それで点取らせてもらったんですけど、何回か。クオリティ高かったですね、左足のセンタリングで質。で、2010年、全試合出たらしい。調べたら。すごいよね、うん。33歳で全試合出てて、J1 だったし、もちろん。で、なんかすごいシュート決めたよね、新潟の時に。決めましたね。うん。あれも印象残ってるな。で、すっごいいい人。すんごいいい人すぎるね。はい、キャプテンにしては。文句聞いたことないもんね。うん。宮さんから。はい。で、ちょっと宮さんの印象。まあ、そうですね。本当にいい人で。まあ、この年になって思うけど、ああやって宮さんみたいにやれるっていうのはかなり、うん、自分チームのためじゃないですけど、そういう風にやれるんで。うん、まあ、あとはまあ、やんちゃだし、山形みんな仲良くてうるさかったり、キャッキャしてたんですけど、うん、それこそチャンさんとか、北さんとか、俺とかにいじられてても、なんかニコニコいつもしてるし、でもなんかの時にはちゃんと、なんか、落ち込んでる選手とか、みんなチェックして、何気なく声かけたりとか、すごい頑張って、なんか、引っ張るぞみたいな感じじゃないですけど、なんかみんななんとなく宮さんのことを見ながら、やってるんだなと、まあ4年一緒にやったんで、まああとはやっぱり、ブランダーのパスが上手いとか、そんな地味なことなんですけど、そういうのが上手いとか、なんか、わかんないけど、そういう大事なゲームとか、すごいゴールを決めるんですよね。だからやっぱり、そういうのはやっぱりやっぱコツコツやってるからこそ、ミヤさんそういうのが、まあ、グランドにも出るのかなっていうのはかなり思いましたね。はい。じゃあ次は、遠見さん。遠見さん、下村遠見さんですね。はい。僕はもう今でも親友ぐらい仲いいんですけど、あの顔から、マジで面白いんですよね、あの人。私生活も。僕、一番印象残ってるのが、京都戦で、遠見さんが多分途中出場で出てきて、決勝アシストをロスタイムぐらいにしてくれて、劇的な勝ちをやった時に、遠見さんからアシストで僕が決めて、で、遠見さんから出た言葉が、ブラボーって言ったよね。それなんか、試合中だったのにマジ吹き出しそうになってたから。今でもね、このなんかすっごい鮮明に覚えてるあの瞬間、遠見さんのクロスからのブラボー。はい、今でも大好きです。あ、遠見さんなんか面白い話あったやん。はいはいはい。あれちょっと。遠見さんは、なんか多分結構大事な試合だったんですかね、あれ、状況的には。多分そうよ。はい。アウェーやんね、多分。いや、ホームです。あ、ホームだったっけ、あれ。はい。ホームで、みんなでホテルに集合して、うん。ミーティングして、バスに乗り込んで、ちょっとまあバスに乗るまでの10分間ぐらいの間なんですけど、まあちょっとみんな集中したり、シーンとしてるんですけど、そうですね。はい、いきなり前の方で、エグザイルが、なんか大きい、音量で、爆音で流れてきて、大音量でね、僕らが一番後ろ座ってたんで、うん、みたいな感じになったら、うん、遠見さんがまさか当時DVD プレイヤーをこう開いて、もうずっと使ってる DVD プレイヤーなのに、イヤホン挿すとこ違うとこ挿してて、で、それでみんなにダダ漏れの音楽なんか、うん、自分はイヤホンしてるもんだから音小さくて音量がどんどん上がっていって気づいてなかったもんね。遠見さん遠見さんってみんな言ってた。あれと思って言ってで結構それバスとかシンジさんの厳しいですけど、さすがのシンジさんも笑ってたわ。あれに関しては振り返ってね、そうシーンってなってたね。いやあれ遠見さんらしいミスやね。はい、面白かった。遠見さんそうですね。なんかそれこそ遠見さんも普段あんな穏やかな試合になったらもうガーッと、そうだね、切り替わるね。はい、僕もこのベンチとかにいる時の遠見さんとか植草くんとかの、植草もそうだね、本当にお祭り騒ぎかのように声出すんで、うんうんうん、あれもすごいいい雰囲気だったのとともに、なんか。そうやね、はい。なんかチーム一丸になる雰囲気を作ってくれるよね。はい、遠見さんとか、ウェクとかね。遠見さんベンチは座ってないんですか？監督やん。はい。こっちに俊二さん立ってて、こっちに遠見さん立ってるみたいな。もう解説してたんじゃない？その時。はい、なんかそのラインズマンにずっと話しかけたりとか、見てる？今のさ、みたいな。ずっと見てる？みたいな。めんどくせえ。レフリーやったらマジめんどくさいね。はい。
そうやね、トウミさんはもう多分は結構レジェンドですね、うん、話し出したら多分めっちゃ出てくるから、はい、でもいいよ、はい、あ、シンジさん、シンジさんについて。シンジさんはもう僕は6年半やったんで、どうですか、シンジさん。いや、シンジさん、高校の時に初めて指導してもらったんや。それがすごい印象に残ってる。うん、3日間だけやったんやけど、それでなんかフォワードってこういう、こうプレーした方がいいとか、はい、こういうのが武器になるとか、それを覚えたかな。うん、で、それから巡り巡って、まあその後大分で、はい、特別指定になった時に監督で呼んでもらって、まあ1試合しか出てないけど、で、その後に2010年で一緒にやることになったから、まあ、感謝して、走れるようになったね。あの時めっちゃ走らされたね。すごい走ってました。そう。だから、なんか、36までプレイできたのはやっぱ、シンジさんのおかげだったなっていうのは、すごいあるけど。うん、はいはいはい。どう、ハセは。ずっと一緒やってるもんね。はい。まあ、うるさいですよね、やっぱいろんなことに関しては。そうだね、はい、細かいね、はい、本当に。まあ、何年みたいなこともあるんですけど、まあ、今となっちゃう。やっぱりでも、そのこと大事だなと思うことも多いし、逆にできてない選手多いんで、うん、それこそステップとか、うん、そういうことにすごいうるさい監督だったんで、でも新人さん自体もやっぱり山形の時とか徳島とか清水ではなんかちょっとずつ変わってて、あ、そう、うん、やっぱり新人さん自体もやっぱり結構変わってるんだなっていう印象も受けたし、まあそれこそサッカーが好きでっていうのはわかるんで、熱中してガーってなっちゃうんで、まあなんかいいバランスで、うんうん、それこそ張さんっていうね、うんうんうん、いい人だったな、張、うん、さん本当にいいコンビでしたね、2人育ててもらったんで、うん、19歳の時に福岡行ってからずっとなんで、なんか4チームやってますね、結構ね。意外なのがさ、なんか新次さんとかぐらいの監督になったら、なんかあんまりこうアップデートしそうにない監督やん、はいはい、要は、はい、まあ、今までやってきたことをそのまま還元する、はいはい、でもめちゃくちゃ見てるんよね、試合とか、はい、あと研究したりして、してね、こうアップデートしてるんよね、はいはいはい、今のサッカーに、はい、なんで北九州の時とかも試合今去年見たけど、かなりなんか山形の時とかですけど、前からすごいプレスに行くとかっていうのをやってて、ちょっと練習試合で話したら、うん、いやもう最近の子たちはこうやってなんかプレス一生懸命かけて、そのなんかショートカウンターみたいな攻撃とかしないと面白くないでしょみたいなことを言ってきたんで、うん、ああ意外と成長するためにいろいろやってるんですねみたいな、いやすごいよね。山形の思い出話について続きも話したのですが、ちょっと長くなりすぎたので次回の動画に投稿しようと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いします。 See you soon!